こんばんは。今日は10月の13日火曜日、今日はですね、多摩川に来てます。皆さんにちょっとでもいい景色、夜景を見てもらおうと思ったんですが、全然綺麗に映りません。肉眼ではものすごい綺麗なんですけどね、この目の前に見えてるビルは、武蔵小杉ですね。武蔵小杉のビル群ですね。いやー、肉眼で見ると本当にね、キラキラしててすごい見応えがあるんですけどね。僕がいるのはもう多摩川の何ですか、グラウンドのど真ん中ぐらいから撮ってるんですけど、周りはもう全く何も見えない、真っ暗で、ただ芝生で、人も全くいない場所からお送りしております。左手にはね、東急ですかね、東急がちょうど今右からと左からとクロスしておりますが、そんな場所からお送りしております。いやー、今日も頑張ったよ、大丈夫大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫。ちょっと若干風があるので、ボーボー言ってるかもしれません。頑張って声を張っていきます。今日は声張れるよ。ちょっとね、人がいるとあんまり声出せない部分がまだあるので、ダメだなと思いながら、でも僕も頑張るので、みんなも頑張ってください。変わるよ、変わっていこう。自分を変えるのは自分だけだよ。大丈夫だから、大丈夫、大丈夫だから。いやー、ここいいな、声出せるし、人もいないし、真っ暗だけどなんかいいな。また来よう。ちょっと一人は寂しいかな、ちょっと寂しいな。仲間と来たいね。大丈夫大丈夫大丈夫、できるよ仲間。自分に言ってるわけじゃないですからね、大丈夫だよ。夜景飽きました。まあ今日はこんなところですかね。いやちょっと思ったより全然綺麗に撮れないですね。ちょっと新しい携帯に変えたいと思います。頑張ってちょっとでも綺麗な映像をお届けできるように日々進化していきます。しげるは誓いました。10月13日火曜日の夜、多摩川の河川敷で決意表明します。頑張っていいカメラ買う。よし。いや、みんなも本当頑張ってって言い方はちょっとおかしいけど、大丈夫だからね、本当に。大丈夫だから安心して。大丈夫。大丈夫だよ。絶対大丈夫。絶対。マジで大丈夫だから。ではまた明日。また明日会いましょう。今日もいい夢見てください。
見たい夢を、見たい夢を見てください。ではまた明日。おやすみなさい。